アレクサンダル・カラジョルジェビチは、旧ユーゴスラビア王国の王族。同国最後の王ーペータル二世の、また重帝。現在のカラジョルジェビチ家課長である、アレクサンダル元王大使と区別するため、名前の後ろに、パブロブと付ける場合がある。両親とアレクサンダル・ユーゴスラビア王国のパブレ、王子とその妻であったギリシャ王女、オルガの間に第一し、長男として、ロンドンで生まれた。妹に、 イエリサベータ王女がいる。父は1934年にユーゴスラビアの摂生宮を務めることになったが、1941年に国王ペータル2セイラのクーデタによって失脚した。アレクサンダルと家族は第二次世界大戦中、イギリス領ケニアに遊兵されていた。アレクサンダルは母親の決闘を通じて、 イギリス王室との親戚関係が深く、ケント公エドワード及びその定枚と、重慶帝同士であるほか、チャールズ皇太子及びその定枚とも、またいとこ同士である。アレックサンダルは1990年に創設された、セルビア統一会議の4人の創設者のうちの1人で、また、政教特訓主政支持者リサーチセンターの講演者でも、あった。2008年2月17日には、 コスボのセルビアからの独立宣言を非難する声明を出した。2016年5月12日、パリで没した。意外は、父パブレ、母オルが、次男ニコラオージラが眠るセルビア中部、トポラ近郊オプレナツの丘の聖ジョルジェ教会にある、カラジョルジェビチ家の大霊廟に埋葬された。アレクサンダルの紋章1955年2月12日、 アレクサンダルは最後のイタリア国王ウンベルト2世の長女、マリー・アピアと結婚した。夫妻は4人の子女を設けた。上の息子2人は双子、そして下の2人も男女の双子である。アレクサンダルは1967年にマリー・アピア王女と離婚し、1973年にリヒテンシュタイン公女バルバラと再婚した。アレクサンダルとバルバラは息子を1人設けた。 ウィキメディアコモンズには、アレクサンダル・カラジョルジェビチに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。